はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい、えー、なんていうかね、えー、備蓄でございます。はい、映っているのは備蓄でございます。えー、今週のね、聖教さんが来たんで、えー、今週もね、備蓄品をちょっと頼みました。えー、ね、猫ちゃんたちの、キャットフードですね、ウェットフード。はい、えー、稲葉の魚尽くしを頼んでみました。美味しそうですね。人間が食べてもね、 えまあ、まあ、美味しいです。<laughs> ただ、塩分が入ってないんです。ね、えー。味はあんまりしませんけど。はい。塩分と油分は、あキャットフードにはあ含まれておりませんということでね。はい。あと、まあ、お尻拭きですね。これ、あのー、ペットを拭いたりとかあしてます。はいえ。まあ、自分で使ってもいいんですけど、私、人間はあんまり使いませんね。はい。ほぼほぼペット用になってます。 はい、えー、そして、えー、パインの缶詰とみかんの缶詰でございます。みかん今貴重ですからね。はい、皆さん知ってます国な、あの、国産のね、ポンジュースとか、まあ、あ、オレンジジュース結構出てるみたいなんですけど、それでもかなり不足してるみたいですね。えー、値上がりもしてますしね。 もうオレンジジュースは市場から消えてなくなるんじゃないかという感じですよね。まあ、しょうがないですね。一時的なんでしょうけど。はい。そして、えー、靴下です。靴下ね、安かったんで、えー、ちょっと三足セットで、えー、売ってたんでね、えー、これも正教さんで買いました。はい。はい。えー、花柄のね、可、え、愛、ー、いい、まあ,あ、ソックスでございます。はい。ということで。 はい。これが今週の備蓄品でございます。はい。まあ、備蓄とは関係ないんですけど、利上げするみたいですね。日銀。<laughs> 利上げです。何考えてるんでしょうかってことです。まあ、何考えてるんでしょうかね。本当に。 まあ、とりあえずね、えー、一応、あのー、多分日銀介入してるんだと思うんですけど、円高がね、最近ちょっと円高傾向になってきてて、えー、まあ、ちょっときつくはなくなってきたかなっていう感じはするんですけど、これ、いつまで持つかなんですよ、結局は。いつまで持つかなんですよ。だから、今ね、えー、金利なんか上げてしまったら、 ま、大変なことになりますよね。これ、何回も言ってるんですけど、当たり前だの、クラッカーなんですけど、えー、銀行からね、お金を借りて、企業を回している中小さんですね。お父ちゃん増えますよ。金利上げたら、確実に。それでなくても今、あの、増えてますからね。 でこれ金利上げて怖いのは住宅ローンとか車のローンですね抱えてる人も金利がまあ,あ上がることは上がるんですけどねそれよりも怖いのはまあ会社がね会社がこの銀行の借金で経営が成り立っている場合なんですよ万が一お父ちゃんになってしまったらねその企業がね万が一お父ちゃんになってしまったら あ銀行のローンとかね、まあ住宅ローンとか車のローンとかね、えー、なくても、はい、えー、失業してしまうんですよ。はい、失業してしまうんです。まあ、これね、とあることと、まあ、これ関係しているんですけど、えー、おやつ大会じゃないですよ。 はい、えー、とある記事で読んだんですけど、まあ,あ、そうするような、まあ、これ知ってることなんですけどね、えー、まあ、イルミなんちゃらの計画でございます。おやつ大会で、えー、ではないんです。はい。まあね、えー、世界の党の一通の政府を作るために、えー、貧しくなってもらわないと困るんだよね。 っていうことを述べてる記事がありました。まあ、関係者が暴露したみたいなんですけど、まあ、これその通りなんですよ。はい。おやつ大会がやろうがやる、やるまいが、向こうはどうしても持っていきたいんですよね。そういうことにね。はい。えー、なんで、まあね、日本の、まあ、ね、 わかりますよね。えー、オレンジジュースの買い負けに代表されるように、えー、いろんな面でね、えー、まあ、やられちゃってますよってことなんですよね。でもって、その手下にね、えー、日本のアウトセーフの重鎮とかがいるんで、はい、えー、まあ、 あ日のね、日のね、バーンクさんですね。日のバーンクさんもね、そのお仲間の一人ということなんですよ。はい。確かあの方出身、世界銀行でしたよね。<laughs> はい。えー、もう、もろそれなんでね、えー。もろそれなんでね。はい、えー。もう何とも言いようがないんですけど、まあそういうことですね。ここで金利を上げたらお父ちゃんがますます増えますよということでございます。 ええー、まあ変な話なんですけど、本当に備蓄しといてくださいね。お父ちゃんになっちゃった、なっちゃってね、次の日からね、ええー、いわゆる失業保険で暮らさなくちゃいけなくなったって言ったら、6割ですから、はい、出るの、し失業保険ね、ええー、給料の6割しか出ないんで、かなり苦しくなります。はい。ええー、なんでね、ええー、備蓄は本当に必要ですよ。いろんなことにおいてもね。 えー、それからですね、付け足しで言っときますけど、おやつ大会がね、お流れになったからといってね、えー、どんどんのパッチンパッチンはあ収まらないですね、今のところ。はい、どうしてかというと、エネルギーのね、エネルギーが高騰してね、エネルギーが大変なことにならないと儲からない人たちがいるんで、わ <laughs> かりますよね。はい、エネルギーが大変なことにならないと、 ね、中の東さんのエネルギーが大変にならないと、儲からない人たちがいるんで、やめる気配はないです。ただ、まあ、世界的なね、おやつ大会にはならないっていうことだけでね。はい。えー、まあ、その辺は勘違いなさないでくださいね。はい。えー、や、や、多分あのー、まあ、10月のね、えー、どう出るかですね、ここら辺が。 はい。10月のね、あの国のね、えー、選挙ですね、がどうなるかっていうのにもちょっと関わってくるかもよみたいなことになってますけど。はい。まあ、だから、ここら辺はちょっと違います。おやつ大会と、えー、いわゆる小競り合いがね、えー、なくなるのとはまたちょっと違う意味があるんでね。はい。えー、なんで、この辺はちょっと言っておきます。あらかじめ。はい。 えー、多分おやつ大会にはならないってことですね。先ほども述べたんですけど。はい。そういうことです。まあ、どっちにしろね、国体勢力の意思次第ということなんでね。えー、変わってくるかもしれませんし。はい。でも、まあ予告してるんで、彼らはね、本当あの、ある意味親切っちゃ親切なんですよ。予告してくれるんですよ。はい。これを受け取るのも受け取らないのもあなた次第ということでね。受け取ってる人はさっさとね、 えー、備蓄しているとそんな中でそんな中で全くこれ何の関連もない話になりますけどまあちょっと多少は関連ありますね。日本人の学力落ちてます、はい、え日本人って世界一頭がいいんじゃないのって思ったあなた、えー、国内での学力が落ちているということです。 はい。国内での学力が落ちてるんですよ。どういうことかというとお、世界の中でのね、学力は一番なんでしょうけどね、子供たちのね。はい。え国内での学力があ、去年に比べてかなり落ちてるということです。はい。まあ、国際間の場合はね、他の国の、まあ、低下が、まあ、大変なんでしょうね、きっとね。はい。で、国内での学力が落ちちゃってるんですよ。 それも一番落ちてはいけない科目で落ちてます。一番落ちてはいけない科目の学力が落ちちゃってるんですよ。なんだと思います数学いえいえ、違います。はい。理科ですか違いますよ。社会ですか違います。国語です。日本の子供たちの国語力が かなり落ちちゃってます。これ中学校の、まあ全国一斉テストみたいなもんですね。多分公立の学校だと思います。これ私立で参加してる学校があるかどうかはわかりません。なぜわか、私立の場合はね、ちょっと学校によって使ってる教科書が違うんで、一応ね、文部省の、文、文科省のね、 文科省の教科書も私学は使ってるんですけど、えー、ほぼほぼ使わないところが多いです。はい。えー、ここら辺知ってます。独自教科書を使ってます。大体いい私学はね。えー、それも、いわゆる、えー、いわゆるね、え難関校、難関校と呼ばれる私学の、 えー、小学校から独自教科書を使ってるところありますからね。はい。一応、あの、文科省の教科書も使わなきゃいけないってことになってるんで、配られてはいるんですけどね。はい。えー、この辺はよく私知っております。はい。えー、お友達にね、私学の子がいるんで。はい。えー、皆さんも、まあ、有名どころとしては、まあ、 双葉なんかで使ってるね、英語の教科書だったりとか。はい。えー、プロ、プログレスイングリッシュでしたっけあれ、あの、大人が勉強するのにもいいんですよ。はい。プログレスイングリッシュ。はい。これ、あの、文科省のじゃないですからね。独自教科書ですからね。めちゃくちゃ難しい教科書ですからね。こういうの私学使ってるんですよ。 どんな科目でもね、大体。なんで、え、これ多分、あの、この統計なんですけど、公立の学校だけだと思います。はい。まあ、そういう事情があるんでね、え、かなり学力的に差が出てきてしまうんで、多分、公立学校の、えー、結果だと思うんですけど、なんと国語力がかなり下がってしまってます。はい。えー、国語。 中学校のね、この学力テストです。平均で何点いったと思います正解率。正解率が58.4%です。国語。50、平均すると58点しか取れてないんですよ、みんな。 これ、まずくないですか非常に。で、まだ書くとか聞く。はい。えー、まあ、書く、書く。まあ、漢字の書き取りとかでしょうね。書く、まあ、文章を書いたりとかね。あと、聞く。はい。これは、まあ、まあ、まあ、悪いんですけど、それでもね6。まあ、60代は言ってるんですよ、それでも。一番ひどいのが読む力です。はい、読む。読み取り、読。 解力がめちゃくちゃ落ちてます。読解力。なんと正解率が48.3ポイントです。平均ですよ。48点しか取れてないんですよ。読解力のテストで。日本語読めない子供が 多くなっているということですね。これ前の年と比べて15.7ポイント下がってます。はい。約16点ですね。16点。点数が取れなくなってるんですよ。はい。国語力のない子供たちが急増してますね。 もう一度言います。国語力のない子供たちが急増してます。はい。えー、まずいでしょうね。まずいですよ。これ本当に。まあ理由は簡単なんですよ。読書しなくなったんですよ。本当に。これもう何回も言ってるんですけど、本読まない子が増えたんですよ。漫画は読みますけどね。はい。本は読まないんですよ。活字。 それも長い文章ですね。はい。まあ、いろんな方ね、これは気がついてる方いらっしゃると思います。もうひどい、散々たる状況になってます。はい、子供たちの学力が。えー、国語なんてね、文化系だよね。やっぱり数学とかできなきゃダメだよねって言ってるあなた。はい。 読解力がなければ数学もできませんはい。証明問題なんかそうでしょ読解力ないと数学もできないでしょただの計算じゃないやつね。ちょっとあのー、頭を使わないといけないやつ。そういうのはみ,みんな読解力が必要になってきます。えー、どうしてな、なぜならね、使ってる脳みそが同じだからです。はい。ものを読んだりする 脳みそと、はい、えー。計算をしたりする脳みそは同じ場所でございます。同じ場所を使います。なんでね、これほんと散々とある結果だなと思ってます。今のこの、まあ、いわゆるね、デジタル依存ですね。まあ、デジタル社会になって本を読まなくなった。これが究極の原因なんじゃないんでしょうかね。 日本人なのに日本語が理解できない、読めない、読解力がない、はい、子供たちが増えています。はい。えー、ゆゆしき自体だと私は、あ思っております。皆さんはどうお考えになるのでしょうかね。まあ、あ関係ない二つの話題でしたが、どちらも、まあ、日本人の低下ということでは一致してますよね。 そういうことです。えー、まあ本は読んだ方がいいですよ、本当に。はい。<laughs> まあね、ダジャレじゃないですけど、はい。えー、読みましょうね。それでは、あ、皆さんまた、ごきげんよう。こちらのね、記事も貼っておきますので、皆さん見に行ってください。よろしくお願いいたします。沖縄おばばでした。それではまた、ごきげんよう。